アメリカ合衆国カリフォルニア州アーウィンデール。この地についに歴史的な日が訪れた。 D1 グランプリ in ユナイテッドステイツ。開会式に集まった3万人の観客たち、本物のドリフトを間近に控え胸が高鳴る。さあいよいよ D1 グランプリ in USA、はい、やってきたね、はい、始まりますよ。ものすごいオープニングセレモニーの中、いいですね、なんと、はい、前売り券がソールドアウト。前売り券も当日券もソールドアウト。ソールドアウト。アウィンデールスピードウェイの前の高速道路渋滞したそうです、はい、でね、はい、6月走ったそう、ここでやった予選会、はい、すげえレベルが上がってて、ジャザンさん選手のですね、アメリカのどうしよう、ゼロにするって言ってたんですよね。そうしたらね、うん、みんな練習して上手くなってる。そうなんですよ。でね、日本から18名来たんですけれども、うん、ベスト16に残るのがもしかしたら、これ日本人はうかうかしてられないと。いや、全然してらんないですよね、うんうんうん、はい、ここのコースの見どころ、どこに持ってきましょうか。見どころはもう最終コーナー の、 あの外周から出てくるスピードですよ、はい、そうですね、バンクですね。アウトいっぱいから、はい、出てくる、あのパイロンに向かって落ちてくる、はい、落ちてきて今度はここのターン、開始で審査員席前に三速全開で入ってくる、はい、スピードです、はいはい、そこに待っているのはコンクリートウォールですからね、はい、そういうことです、はい、いよいよアウトスピードウェイ D1 グランプリUSA、 まずは1回戦入ります。出てまいりました。これはね、ここから来たらスピード乗りますよ。ゼッケン1番今村陽一。さあこの FD、 おい、踏んだる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 、ドリフト継続してきた、踏んだる踏んだる、バンカクタが、おい、繋げてきました今村陽一。これが今年の現在シリーズランキングトップの走り、エアピンに向けてのこの走り、ラインオッケー、各余裕ですね。いいですよ。アウトいっぱいから降りてきた。さあこの一本にかける久保君、このシルビアトラックス、しかしこの辺の切り返し、かなりエンジン受け切った状態でこのヘアピンコーナーへ入っていく。いい走りを持ってった。さあ上を、この86の走り、アメリカでも非常に人気があります。おーおーおー、2020年のアウトやばいよ、いっぱい当たった。さあアメリカン DJ も本当に騒ぎだってことだろ。おお、かっこいいかっこいいかっこいい、来た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 、谷口来た、谷口が見せました。これは拍手が起こります。高橋アウトから持ってった、持ってった持ってった、踏んできます。そうです、今これから OK、 いいこれも OK だ。いい、さあ切り返してスピードある、スピードが高い高い、いいんじゃないですか。 OK、 これで終わってしまうのか。危ない、あーっとクラッシュ、カルビンは無理をしてしまった。さすがコンクリート、車ぐちゃぐちゃです。大きくクラッシュ、しかし観客は大喜び。いや、ビーズビッグファイター、ここからの折り、そして振り返し、アウトいっぱいのラインのしてきた、このセーフラジーンスミレン、これはもう高得点。アウィンデール何やら騒がしいということで、どうやらおそらくおまわりさんですかね、警察ですね、ポリスで車のショーやってるんじゃないですか、これ。あ、ショーやってるんですか。ショーこれね、これね、うん、東京オートサロンミニショー、これいました、小町、小町、はい、エチケット、エチケット、小町、小町、小町で、小町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 、アペックス、アペックス、アペックス、はい、アペックス、ここの県なんてあまり近寄らない方がいいかもしれません。あ、デブ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 、あ、早く、早く、早く、ほら、ほら、だから行ったじゃねえかよ、帰れ、デブ。上尾の車ここにあるの。あ、何、上尾、何、お前、あ、ザボ、はい、かわいい、言うなよね、俺のために生まれてきたような、そんなわけなかった。あ、取材会、取材かって、取材かって、うん、取材かって入っちゃ、これこれで入っちゃダメでしょ、これで。何やってんの。あ、一番にインタビューだってしちゃいました。かっこいいじゃん。俺たちを差し置いてインタビューだってよ。断りありました。ない。はい、
かっこいい抜きだよ。もうもうさ、俺はスーパースタードリフトキング。行こうぜ行こうぜ行こうぜ、はい、行きましょう。よろしく。肩がギリギリだもん。肩が大好きだよ。これだってさ、あの肩落とすなよ。あんまり肩落とさなくてもいいじゃん。肩チンゴやばい。肩落とすなよお前、大丈夫だよ頑張れ。もっと肩張って生きろよお前。各出店ブースも D1 の